はい、おはようございます。Z チャンネル、第何話なんでしょうかね。久しぶりにちょっと、間が空いてたんですけどね。今月はね、体験の人が、たくさん来てくれて、入会もね、8割ぐらいの人が、はい、してくれたんですよね。うん、嬉しいですね。本当ありがたいですね。うん、体験に来てくれるのはいいんですけど、それをジム、体験に来てくれるのはいいんですけど、その別のところにね、所属しと、まあ、徳島で、空手の道場とか、柔術のチームとか他のチーム、他の格闘技に所属しとって、うちに来る場合はね、やっぱりその代表に、一言断り入れるとかね、そういうのしてないとやっぱりダメやと思うんですよね。格闘技をやる以上、そのやっぱりジムとか道場にお世話になっとるわけやから。そうですね。うん、で特にうちのジムはね、月会費って言ってないんですよね。月謝って言ってて、やっぱりそのジムメンバーは、お客さんじゃないんですよね。僕はもう格闘技を教える以上、自分が代表で、技とか、技術とか力だけじゃなくね、心技体、ハートもね、やっぱり心も教えていかなあかんと思うんです。それがね、まあ、こっちちょっとキムさんカメラ、ね、見てもらったら、人の道とかね、忘れてはならぬもの、いろいろこう人道場でかね、ジムに貼ってやって一番入ってきてすぐ分かるようにしてるんですね。でこれが僕が、尊敬している神戸のね、北川先生、ボンズジムのね代表さんがいつもいいことを言ってて、まあ僕も真似してこれ貼ってるんでね、やっぱりジム生はこれをまず見て、デッドジムのメンバーである以上はこれをやっぱり僕も教えていきたいですね。強くなる以上にね、人に対して敬意とかね、感謝の気持ちが、できないようではね、やっぱりダメやと思うんですよね。ですね、試合とかもそうですよね。うん、試合に行って当然セコンド陣とかセコンドは相手に対する敬意、選手以上に払わなあかんと思うんですよ。そうですね。相手の選手を威嚇するような、やじまがいのセコンドは絶対したらあかんと思うし、あと応援に来てくれとチームとか友達とかもそうですよね。応援合戦だったらあかんと思うんですよね。でそれがきちっとできとる大会ってね、やっぱキッズ団の大会だと、ジュニアボーダーですね。これも北川先生がやってくれてる、神戸でやってくれる、ゴンズジムがメインとなってやってくれてる、ジュニアボーダーで、これもやっぱり保護者もずっとそういう形でみんな両方の選手を応援して、まあ、みんなで強くなっていこうと、あと大人の大会もですね、大阪ワンマッチとかはね、特に応援に来ている人とかにもお願いするんですよね。みんな仲間なんやから、最終的にみんなで強くなろう。でそこでやっぱり相手選手をね、当然格闘技やから倒すんですけど、敬意を持って倒すっていうかね、やっぱりそれはもう技とか力だけじゃないんですよね。本当に心から相手を敬意払って倒しに行く、それをお互いの両チームが、大会が一つとなってね、みんなで強くなるっていうのがやっぱり僕は大切だと思うんですよね。で Z ジムのメンバーである以上、シュートのメインで出るんで、シュートは礼に始まり礼に終わるんでね、やっぱりそこら辺のマナーっていうのは気をつけてもらいたいというか、まあ、僕がやっぱり気をつけて教えていかなあかんところですよね。とあとジムメンバーもね、プロ選手たちは特に意識しているだろうし、今後新しく入ってくる人とか、子供たちにもね、それを教えていかなあかんと思うんですよね。ちょっと真面目な話になったんですけどね。Thank you.
飯がんないようにな。ですよね。めちゃくちゃ美味しかったです。残った俺。残るし。